始球式を務めていただくのはこの方です。乃木坂46、久保史緒里さんです。楽しみでしかないですよね。それこそそのクローザーが誰になるのかっていう、そうなんです。すごいことまでちゃんと言いますね。じゃあ久保さんの応援してください。高橋ひろとです。あ、すいません。1、2、3。あ、これいけますね。ストライク入るね。ストライク前取ったっすか。サムライジャパンチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。スタジアム DJ を務めますノボリノズのホクローマンハンライスこと、MC のなしです。よろしくお願いします。本日カーネクストサムライジャパンシリーズ2023名古屋において、試合前始球式と応援メッセージフラッグの同手を務めていただく乃木坂46久保史緒里さんです。はい、乃木坂46久保史緒里です。よろしくお願いします。久保さんは、あ、早速ですけども、はい、あの野球がすごく大好きそうなんです。はい、どんな経歴があるんですか。そうですね、もともと地元が宮城県なので、はい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 、東北楽天ゴールデンイーグルスさんの公式チアの方で、はい、結構7年間ぐらいスタジアムで踊らせていただいて。踊ってたんですか。はい、してました。へえ。両親が2人とも野球をしてたっていうこともあって、うん、あ、じゃあちゃんと好きなパターンのやつですね。そうです、ずっと習ってたんで、はい、私がチア始めた理由も、はい、私がチアダンスやれば、はい、家族が野球もっと見に行けるんじゃないかと思って、おー、結構じゃあルールをちゃんと知ってる。そうですね、しっかりインフィールドぐらいはちゃんと知ってるみたいな。インフィールド、わかりますなんかすごい。あ、いやいやいや、まあ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 そうなんですね、じゃあもうバッチリですね。大丈夫ですかね、ちょっと。さあ、全然バッチリですね。まあ、今回その WBC に出場する侍ジャパン、期待することとしてどうですか。そうですね、やっぱりすごい選手が集まってね、じゃないですか。すごいスペシャルですよね。スペシャルだなってやっぱ思っちゃうので、はい、世界一ね、やっぱり奪還してほしいですもんね、はい、これは本当にメジャーから、ね、あんな選手こんな選手と。今回の侍ジャパンで、はい、推しの選手、もう切りがないと思いますか。そうですね、たくさんいらっしゃいます、はい、もうたくさんいましょう。あ、いいですか。たくさんいましょう。もう絞らずに、はい、もうまず出させていただくならば、ま、うん、やっぱり地元東北楽天ゴールデンイーグルスから松井裕樹投手、うん、あー、松井選手ね。松井投手、ね、なかなかそのキャンプで球が違う。そうなんです。それになかなかこう慣れないっていうお話もされてたんですけど、はい、ちょっとね、昨日もちょっと球抜けてましたね。そうですね、ちょっと調子が悪そうでしたけど、心配はありつつも、はい、本番までにどうにか、まあ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 、あとちょっと1週間ぐらいですか。そうです ね, ね、もうそれこそそのクローザーが誰になるのかっていう話。そうなんですよ、最終的にもうすごいことまでちゃんと言いますね。ちゃんとそうなんですよ、結局最後そういう話になってくるんで ね、そこを任してね、はい、大丈夫かどうかっていうのもまたちょっと心配なんですけど、はい、本番までになんとか。そうですね、はい、もう久保さんが応援してください。そう、はい、他にはいます。他にですか、はい、やっぱり今年からなんですけど、うん、私と同い年の選手が、はい、WBC に出るっていうことを言わせていただくと、ほうほうほう、はい、宮城投手、宮城投手、はい、はい、とオリックスと、はい、佐々木朗希投手、あ、2001年生まれで、はい、同い年なんですよ。なるほどなるほど、楽しみでしかないですよね。ねえ、世界の舞台で戦う朗希投手見てみたいな。そうですね、そのままメジャー行っちゃいそうですねもうちょっと見たい気持ちもあるし、帰ってこいよみたいなちょっと思ってますけど、単純にやっぱ見たいなって、世界の舞台で同い年の選手が、うん、ああ、活躍するのね、活躍するところを見たいな、はいはいはい、共通点がある選手を応援したくなっちゃう、うん、部分があって、あ、そういう面だと今回東北にゆかりのある選手がたくさんいらっしゃって。なるほど。大谷翔平投手もですし、うん、はい、あとはその学校でいうとダルビッシュ投手も東北に、うん、はいはい、いらっしゃって、高校でいらっしゃっ
楽しみすぎますね。楽しみなんですよ。本当ですね。もっと言うと宇田川投手も仙台大学で。すごい。ゆかりある方がやっぱたくさんいらっしゃるので。めちゃくちゃあれなんですけど全員ピッチャーですね。そうですよ。そうですね。バッターとかいるんですかね。あの野手は。野手ですか。野手は。うわあ誰だろう。はい。いっぱいいますけどね。牧原選手が。はい。ね、緊急であってじゃないですか、はいはいはい、牧原選手はやっぱシーズン見ててやっぱソフトバンク支えてるなっていう風に見てたので牧原選手もどうすごいそういう渋めの男そうですね周東選手の足があるっていうのはう、ね、バシッとねバシッとダイソーとかで周東選手が出た時の、うん、盛り上がりっていうのがすごいんだろうなるほどまあ、盗塁とかね、期待したいですね、めちゃくちゃ。盗塁のシーンとかで言うと、過去の WBC で鳥谷選手がこうパーンと決めたとかあったじゃないですか。そういうところで、過去の WBC で印象に残ってるシーンとか、まあまあ、まあ、たくさんあるんですけどね。そうですね。はい、2009年の内川選手のレーザーガン。おお渋い。一郎選手って言わないとか渋い。本当でもあの試合って、はい本当いろんな選手の活躍でこうもぎ取った優勝っていう、はい、そうですね流れを作ったっていう意味ではやっぱその内川選手のあれをすごかったじゃないですか方がなのであの韓国戦で思いっきり投げたところは、うん、あの後顔色一つ変えないのも含めてかっこいいですよねなるほど、うん、他の世代の代表をご覧になられたことはありますか高校野球は私大好きで、うん、はい大好きそうですね、はい、大好きそうですか、はい、甲子園で活躍された選手が出てるっていうのを知ってたんですけど、はい、ちゃんとこうがっつり見たことがないので、はい、見てみたいなってむしろ思ってますああなるほど10代からやっぱ目をつけてる人はこうずっとスターになってくるんですね本当ですねそのまま本当ですよねすごいですよねやっぱりそういう、 こうプレッシャーみたいなものと戦ってきたからこそ今のそうですよねでもこのイーグルスのチアをやってる時も小さい時からやってるわけじゃないですかそうですねそうですよそこからもうその時から輝いてたってことでしょうえそういうことじゃないですかだってそうですねだってあのいろんな世代がね、はい、頑張ってくれてますけどもその各世代にもエールをお願いしますはい本当にその10代の時に世界を舞台にして戦うっていうのが、うん、もう私からしたら考えられないぐらい本当にすごいことだと思うので何よりもこう楽しみながら皆さんに頑張っていただけるように応援しております、はい、さあそして今日は、はい、始球式を、はい務めるということなんですが、はい、もちろんあのノーバウンドで、うん、行きましょう行けたらなとストライクゾーンいやいいですね行きましょう行きましょうもうそんなところまで行けたら最高ですね行きますよ頑張りますキャッチャーはちなみに高橋宏斗選手がやってくれるということで、はい、緊張もう俺がやるって言ったみたいですよ本当なんですよ久保さんファンなのか乃木坂ファンなのか分かりませんけどやるやるってこう前のめりみたいですよ本当ですか早めにボール取りに行くそうですね。はい、頑張ります。頑張ってください。さらにですね、今日は野球ファン代表として、はいチームに応援メッセージフラッグ贈呈という大役も務めていただきます。はいもう世界一という思いと、うん、あとは心から応援してますっていう、とにかく応援の気持ちを込めて書かせていただきました。いろんな方の思いがそうですね。ダーフラッグなので、うん、皆さんを代表してということで、うん、とにかくこう皆さんの思いを込めて、はい今日も一日大変ですけど頑張ってください頑張りますはい、今日は頑張ってくださいありがとうございますありがとうございますチケット取り離して1枚ずつお手にお持ちください入り口でかかりますお願いしますよろしくお願いしますこっちも最初短い距離からはい、はい、見せてもらったはいこんにちは。
疲れ様です。一応名古屋枠で来ました。よろしくお願いします。目標決めますか。130キロぐらい。130キロ。そんなってない。届かしますか。届かせたいなとは思ってます。はい。はい、あ、ごめんなさい。大丈夫ですか。大丈夫ですか。ちょっと緊張がするタイプですか。めちゃめちゃしますね。絶対大丈夫し。本当ですか。あ、そうか。何万人の大舞台立ってるから。そんな、こんな緊張することないです。よし、どう投げたのか。とりあえず、思いっきり振りかぶったのですか。あ、絶対いいです。して、1、2、3。あ、めっちゃいいです。めっちゃいい。大丈夫ですか。これ絶対湧きます。この振りかぶった瞬間のまず、おーってなるっす。1、2、3。あ、これいけますね。そしたらストライク入るね。ストライク前取ったっすか。ストライク前回全然ダメでした。はい、いけます。ったんですけど、こちら使えそうなので。ですよね。はい、本当ですか。すみません、どうしよう。すみません。はい、あ、そうです。はい。あ、いける。いきますか。あ、全然届かない。電気が汚れてる2個目のライトぐらいまで来たらいい。2個目のライト、あの、上の。あ、わかりました。あそこっすね。はい。本当ですか。本当っす。お、来た、来た。おライトですね。ボール滑るんですか。大丈夫です。大丈夫です。持ち方は。どうしてですか。持ち方はこうですか。ちょっとです。はい。大丈夫です。大丈夫です。もう大丈夫です。お願いします。わっか、これだ。おお、これですか、ね。これです。マークもちょっと、マークのところ、そうです、そうです、そうです、はい、マークの上にするよ。さあ、これが来た。おかげさまで、ありがとうございます。あと2時間覚えといてください。あと2時間この中覚えときます。すいません、お忙しい中。いや、ナイスボール。ありがとうございます。ありがとうございます。練習のはずだったんですけど、まさかまさか選手の皆さんいらっしゃると思ってなかったので、あの、震えてしまいまして。練習だったのかちょっと分かんないんですけど、湯浅選手に教えてもらったんですけど、マークを一番上にするって思って、こう思ったらいいよっていうふうに、はい、教えていただきました。これで一発ですもんね。ちょっと届かなかったら本当に謝らないとなと思いながら頑張ります。はい、皆さんこんにちは。坂本選手の久保翔です。集まってきました。球場内は禁煙のため、特別に適用されます。
背番号78ベルトちょっと手前、ベルト汚していいみたいな。いや、全然そこは大丈夫です。大丈夫です。届いた方が盛り上がると思う。そうですよね。ちょっとギリギリベルト踏んでるところが。せっかく教えてもらったし。声出し応援も OK になって、そうですよ、ね、めちゃめちゃ久しぶりの声出し。あ、でも佐々木朗希投手のピッチングを生で見るの初めてなんです。
出しも解禁になったので、そう、応援歌とかも聞こえてきて熱気がすごいなと思いましたけど、何よりもやっぱり佐々木朗希投手のピッチング見るのが初めてだったんですけど、生で165キロすごい日に始球式をさせていただいたなと思いながら見てましたけど、そして途中からは宮城投手ということで、本当に同い年の皆さんが次々に登板されてたので、本当に同い年なのかなとか、本当に私さっきあそこ立ってたのかなと思いながら見てました。甲斐キャノン出ましたね。甲斐キャノンも生で見るのは初めてだったので、わあこれだと思って興奮しましたし、いろんなピッチングもバッティングも守備の面でもいろんな面で、まだ5回ですけど素敵なプレーがたくさん盗塁もさしてたら見れたので、もう1点どうにか取っていただけたらなと全力で応援しようと思います。この後、高橋宏斗投手も登板予定されてるんで。あ、そうなんですか。あれ、そうなんだ。楽しみですね。ぜひ応援していただいて。はい、全力で応援してます。じゃあ、高橋宏斗の背番号28。いいラインが出てたので、始球式で、まあ、このラインで投げればいいんだなっていうのはちょっとイメージできましたね。かなりいいパフォーマンスがお互い出せたんじゃないかなと思います。世界一周になって全員戦っていきます。我々と一緒に戦ってください。頑張ります。ありがとうございました。感じです。でも本当に試合は純粋に楽しませていただいて、本当に素敵な試合をさせていただいたので、ひたすらこう勇気だったり元気だったり、あとは開幕への楽しみだったり、いろんな気持ちが湧いてきた一日でした。慣れましたかね。でも本当にこう祈る気持ちで見てたので、本戦の方もひたすらこうずっと応援してよって気持ちです。本当にものすごくプレッシャーのかかる毎日だとは思うのですが、もう私はただただ祈ることしかできないんですけれども、ひたすらずっと応援しておりますので、皆さんが悔いなくプレーできることを願っております。世界一に向けて頑張ってください。